はい、こんにちは。じゃあ今回はですね、北の国からの謎の名場面を紹介したいと思います。この北の国からっていうね、物語は私が見るところ誰一人幸せになってないんですよ。なんかひどい結末を迎えた人ばかりなのに、なぜか感動の名作になってるわけですよね。ちょっとその辺がね、どういうロジックなのかわかりませんけども、まあまあまあ、それはしょうがないでしょう。名作な名作で、私も好きなんでね。で、今回はその中でも、なんでここが名場面なのっていうところをちょっと取り上げたいと思うんですよ。それが、例のラーメン事件ですよね。人によってはね、このシーンで笑い出す人もいるぐらい、おかしなシーンなんですけども、まあ私もその一人なんですけどもね。なんでこのシーンが、いつもいつも名場面として語られてるのか、もう全くわからないんですよ。誰一人喜んでないし、誰一人感動してないし、誰一人いいことになってないんですよ。むしろね、このラーメン屋のお店の人なんて、ひどい迷惑を受けて、で、丼は割れるし、1500円は取られるし、ラーメンは食えねえしって感じで、みんなしてね、なんかすごく寂しいラストシーンなんですけども、でもなんか心残るんですよね。まあということで今回は、謎の名場面なんですけども、ここにどんな解釈をつけるのか、あとはね、コメントを書いてくださる皆さんに期待したいと思います。それでは、兄ちゃん早く食べるわ。毎度。子供がまだ食ってる途中でしょうが。子供がまだ食ってる途中でしょうが。